美しい音色を奏でるピアノ。中古で買い取られたピアノは、技術者たちの手によってクリーニングされ、再び鏡のような輝きを取り戻す。あ、じゃあですね。はい、拝見させていただきます。お願いします。子供の成長や将来の夢、ピアノには様々な物語が込められている。子供が泣き叫んだんですよ。その長女が助けてって、その時にこのおかげでなんか、はい、体が守られたって感じて。思い出のピアノを手放す理由とは。家族の成長を見守ってきた大切なピアノ、そのピアノを手放す人々の思いを覗き見、覗き見。創業50年の神話ピアノ、ピアノ買取のパイオニアだ。近年では管楽器の買取も行っている。いきます。はい。今回ピアノの買取査定を担当するのは、入社9年目の棚原直人、10年目の加藤大樹。買取査定の時どこを見てるの？音を出す時にこうやってここをハンマーという部品が弦を叩いて音が出るんですが、これ本当、まあ、ちゃんとこう戻ってこないといけないんですけど、こちらを見てもらうと戻ってきてないのがあったり、はい、あとはここ響板という場所で非常に大事な部分なんですけれども、これが乾燥の影響などで合わせてある木のこの継ぎ目が割れてしまうようなことがありまして、音の響きであったりとかっていうのがもう全然変わってしまうので、査定には大きく影響します。ピアノ査定で重要なのは、修復できるピアノであるかを見極めること。今日も買取現場に出発。専用のトラックに乗り込み、スタッフが依頼者のもとへ駆けつける。あ、おはようございます。すいません、よろしくお願いします。神話ピアノの加藤と申します。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。買取を依頼したのは医療事務の50代の女性。査定に出したのは47年前に購入したアップライトピアノだ。失礼します。音を出させてください。はい、失礼します。本当に傷とか少なくて大事にされてて素晴らしいです。いやいや、そんなことないです。中に虫が入ってしまうことがあって、タンスレセーター食べる虫いるじゃないですか。はいはいはい、はい、これすごい分かりやすいんですけど、はあ、虫の抜け殻がこうやってついたり、やっぱりいるんですよね。よく見ると穴開いてたりするんですね。このウールなんですけど、はあ、ウールの部品も多々使われてるんで、はあ、どうしてもそういうとこを食われたりとか。査定の結果、中古ピアノとして再利用できることから、2万円で買取交渉は成立。このピアノは依頼者が小学1年生の時、祖母が頭金を用意して両親がローンを組み買ってくれたという。私が無理を言ってピアノを習い始めて、近所の、ね、お友達もピアノ買うってなった時にやっぱり欲しくなって、一生懸命練習したりとか、発表会とかドレス着たりとか、嬉しかったですね。ボロボロですね。でも
そんな思い出の詰まったピアノを手放す理由とは。父親が腰を痛めて入院中なんですけど、介護用ベッドとか置いたりして、もう一階の生活じゃないとちょっと難しいかもっていう風になったんで、急遽もうこの部屋片付けようっていうんで、もうね最後までいる感じだったんですけど、どうしてもね無理かなっていうので、せーの、またぎます。はい。父を介護するため行き場をなくしたピアノを見送る。ちょっとでも寂しいですね、やっぱりね。うん、なあ、まあ、でもしゃあないわな。あ、どうもこんにちは、失礼します。よろしくお願いします、新和ピアノです、失礼します。続いては保育士をしていた62歳の女性。査定に出したのは55年前に母親に買ってもらったアップライトピアノ。当時日本は空前のピアノブーム。女の子にとって高価なピアノは憧れの的だった。やっぱりピアノがあるっていうのがすごい嬉しかったのは覚えてます、なんとなく、はい。まあ、私 の、 あの職業にも、まあ、役にも立ったのでやっててよかったなと思います。保育士として働けたのもピアノが弾けたから。そのピアノも年を重ねるにつれ思うように弾けなくなってきた。すいません、なんかあのやっぱり指がね動かなくなってきてます。人生を共に歩み役割を終えたピアノ、別の人に使ってもらいたいと手放すことを決意した。音も全然出てますし。そうですか。まだあの再活用可能な状態なので、で、はい、2万円でよろしければお買い取り可能なんですけども、はい、いかがでしょうか。はい、もちろん大丈夫ですか。お願いします。ありがとうございます。 OK、はい、まあ、しんどい時でもなんか音楽を聴けば楽になったなとか、はい、ピアノに対してはありがとうですね。やっぱりすごい。階段が割れてます。 OK です、伸ばしです、伸ばし伸ばし、はい、ライ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 。神話ピアノが買取で年間に取り扱うピアノは18,000台。人の手が届かない場所でもピアノが搬出できるようクレーンなどを駆使して丁寧に運搬する。千葉市内の本社にあるピアノ工房では、全国各地で買い取ったピアノを70人の技術者の手によってメンテナンスしている。その仕事ぶりをちょっと覗き見。これは弦を叩くハンマーを再生させる部品の修理。通常は鍵盤と連動してハンマーが弦を叩き、金属製のバネと糸の働きでハンマーが素早く戻る。この白い糸なんですけれども、これが切れると戻す、そういう役割が弱まってしまう。非常に大事な部分。経年劣化で切れてしまった糸。工房では全ての糸を一本一本手作業で新しいものに張り替えていく。こちらは傷の修復。ピアノ本体にできた傷にポリエステルと硬化剤などを混ぜた液体を塗り込んでいく。
そこから2日間乾燥させ、余分なポリエステルをペーパーで削ぎ落とし、研磨剤で磨き上げると修復完了。再び鏡のような輝きを取り戻す。ピアノクリーニングの仕上げで行われるのが調律だ。専門の技術者が自分の耳を頼りに弦の張り具合を調整していく。機械で合わせると、機械的な音に仕上がってしまうので、自分で聞いて音を取っていった方がいいと思います。調律が終わると試し弾きで最終的な音を確認する。新品同様に生まれ変わったピアノ、主に中国や東南アジアへ輸出されていく。32年間共にしてきたピアノとの別れの日。自分はもう全然です、本当に、ドレミシだ、これで OK です。娘とピアノとに感謝しますね。リビングにあるのは娘が4歳の時に購入したアップライトピアノ。私がそういうのに憧れてて、子供の時は私の家庭はとてもじゃないですけど、そんな一言声にも出せないっていうか、もう諦めたあの時の子供時代だったんで、女の子ができたらぜひって。子供の頃に憧れたピアノへの思いを娘に託すため購入したというピアノ。最初はピアノにいやいや向き合っていた娘も発表会で披露できるまでに成長、そんな時だった。忘れられないのが阪神大震災での出来事。当時は西宮の社宅にいてたんですけれども、すごいもう静か状態で、で子供が泣き叫んだんですよ、その長女が助けてって。その時に体がうまいこと、これがこう斜めになったけど、ここでちょうど朝まで助かったんです、このおかげで。なんか地震の揺れから娘を守ってくれたピアノ。その後も娘はピアノの腕を磨き、保育士として働くことになった。私の夢も叶えてくれたんで、全てに感謝もあるよね、喜びとね。なんか改めて娘に私も感謝できたんですよ。あ、こちらですね。はい、拝見させていただきます。今では娘も嫁ぎ、誰も弾かなくなったピアノ。自分たちに夢と希望を与えてくれたピアノが、またどこかで夢を紡ぐことができたらと思い、ピアノを手放すことにした。まだまだお役に立たせていただきますので。次にね、つなげてもらったら、ね、はい、それはそれで私らも、はい、なんかこう心が決めた甲斐があります。ありがとうございます。なんかもうつながってきましたよね、そのピアノから縁でね、今まで、また新しい嫁ぎ先があるということで、はい、それはそれでまたいい出会いに、ね、なってくれたらなと思います。家族の思い出が詰まったピアノ、専門家の手できれいによみがえり、またどこかの家族の物語を奏でることになる。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。
月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。